はい、どうも工藤でございます。ゴッドウォーの続きをプレイしていこうと思います。はい、まあ、午前中ねゴッドウォーをプレイしたわけですけど、その続きからやっていきます。はい、ドラゴンを倒しました。若干目が開いていると、ああ怖えな。貯蔵庫では油断は禁物ですからね。貯蔵庫、大事なお客さんなんですから。よっしゃ行こうぜ。ちゃうわ、なんだっけ、あれこれどうやってなんか弓切り替えるんだっけ、あれ三角じゃなかった、あれ違う、丸違う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 、あれちょっと待って待って、ねアトレウスの弓の切り替えってどうやってやるんだっけ、待って、オプションかな、オプションで、セッティングでゲームプレイ、違う違う違う、操作方法、あ、わかったわかった、なるほど、オッケーオッケー、上だ、矢印キーの上だね。買ったのがついこの前のことみたい。それから闇のエルフ、トロール、オーガニ、ドラゴンも倒した。もう負ける気しないね。断固たる決意と鍛錬があったからだ。強さに対する重りは捨てろ。それは分かってるけど、ただ違う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 、強いっていいなってほんか、ああそうだな、よし、ノーマルルーンアターク敵一体に回転する斧を投げて攻撃し、敵を地面に叩きつける。おーおーおお、ブーメランみたいな、どうだろうな。テュールの復讐、ニョルズの嵐、今ねウートガルズの一撃つけてんだけど、まあまあいいかこれで。オッケー、そうで今ね宝箱を開けるために放った矢っていうのが、アトレウスが新しく習得した雷の矢ですね。よし、よいしょ、まあでもねドラゴン倒したんで、もうしばらくはまあでっかいボスは出てこないでしょう。ん？いて。いて。なんかパリーがうまくいかなかったな。パリがうまくいかなかったな。そしてなんか強かったな。これか。あれ違う。こうか。これ気に入っちゃった。でも変なの、全部吹き飛ばなかった。あれ？あの結晶撃ったのにまた光ってる。までほっ、オッケー、おー、ちょっと待って、なんか出てきた、行って行って、くそ、厄介だな、強いな、敵も徐々に強くなってるってことなんだろうか。よく
見つけたね。マナ、パッパに任せろ。パッパに。いっす。やばい、変なところで体力消耗したな。うん、なるほどね。はい、おっ、来た来た。びっくりした。ふざけんなよ。俺はびっくりするの嫌いなんだよ。ふざけやがって、ふざけやがって。倒した。行って。ああ、まだ行く。犬がい。くそー。ふざけやがって、ビビらせやがって。いや本当にね、もうびっくりするの大嫌いなんだよ。勘弁してほしい。これは破壊できそうにないな。ん？もしかしてさ、もう雷の矢を使えばなんかいけるとかなんかな。ダメだ、完全にパリミスったな。なんかパリうまくいかないんだよな。チキショー。強えな。ほらほら、倒したんじゃない。あ、なるほど、そういうことか。多分これを相手に投げつけて、でこれを打つとボーンっていくんで。なるほど、あ、分かったぞ。あの強い敵にはこういう風にやるんだね。これはなんか、物を壊すのって最高に楽しい。変な快感覚えんなよ。オッケー、オッケー、まだまだ。ここじゃ。お、久々に見たね。ここを見る。別の。前に母上が僕に話そうとしたけど、まだ小さかった。脇から出てるのって巨人？
刺してるのってオーディンかな。神話を超えて、お、うん、なんだろう。オッケー、あと復活、違うか。果たしてどこだ、上下か。うん、どこかにあるんだよな。ナイトメア、あ、これ使うしかね。外れた。うぜえ。ちょっと待て。ダメだ。なるほど。あれ。いって。めっちゃうぜえな。あれ、これ敵にくっつかないんだね。くっついてなんか敵に大ダメージを与えられるかと思ったんだけど。で、結局ルーンはどこにあるんだ。この上か。いやー、まだいる。ちょっと待てよ。くっつかないかな。もう一回だけやらせて。俺の狙いが悪かったのかな。いや、弾かれてるわ。倒した。うん、当たらないね。当たらないっていうかくっつかないね。あ、あった。2個目。じゃあ、あと1個がどっかにあるんだな。どこだろう。待てよ。取って、オッケー。おい、わかった。あと1個はどこだ。うん、それだけか。寒くなってきた。山頂が近いんだ。こっちもしかして聖キルとか。これはアトレウス、来い。え、こっち石油とか。宝箱だな。もう来た。うわ、ふざけんな、ふざけんな。おら、ひびらせやがって。このマジふざけんなよな。はあ、
もうやだ、やりたくない。もうやなんだけど、ふざけやがって。リンゴか、リンゴだ、あと1個。てか正規ルートじゃなかった、こっちだ。正規ルートはふう、いやびっくりすると疲れるわ。よし、山頂か。見て、お、山頂だ。すぐそこだ。矢筒が。戦いで紐が切れたんだ。押さえとくから大丈夫。待て。その矢筒では攻撃が遅れる。放置しておけば己の命に関わるぞ。ひとまずこれでどうだ。はい、うん、行け。道具は大事よ。焦るな、気をつけろ。おお、たけ、行くぞ。あ、マジか、こいつ。え、何これ、買った。ちょっと待って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 、ちょっとこれは、え、来いよ。持って倒せ。あれ、どこ行った。待って待って、体力やばいって。何あれ、めっちゃ強いんだけど。敵だった。うん、マジで。もう体力ちょっとしかねえんだけど。ふう。なんか地味に強い雑魚が出てくるからね。それって雑魚じゃないんだけど、ね。うん？登るのか？こっちも行けそうだけどな。これはまだ。なんか何ともできないのかな。ん？なんかある。乾杯。今の声聞こえたよね。ああ、静かに。何の声だ？この声、家に来たあの男じゃない？殺したんじゃん。あいつか。あの第1回の配信でね、時にあんたらはまだ父ちゃんの顔色を伺っとるのか。入れ墨の男、足跡を見ると子供を連れてる。あ、いたいたいたよ。なぜわしに聞く。この世で最も賢いのだろう。あの世もみんな含めてじゃがの。
何してんだよ一体。助けてやるぞ。オーディンと掛け合ってやる。奴らはどこにいる？バルドルよ。お前の父はどうあってもわしを自由にはしない。よって取引はしない。じゃからお前は黙って。こいつらみんな神様的なやつ。連れてここからさっさと消えてくれ。みんな強いんかな。誰の目もない時に残った目もえぐってやる。忘れるなよ。見ているか。楽しみにしておけよ。なんか何の会話なのか全然わからんわ。よし。こんなところで何してんだろうな。ああ、噂をすれば何とやらじゃな。子供を連れて旅する入れ墨の男。周りに誰もいないか確かめろ。もうどっかに行ったよ。いいからやれ。神だと伝えとらんな。伝えるつもりもない。お前はわしか。わしは九つの世界で生きるものすべてに精通しとる案内人じゃ。案内人。世界を熟知し、すべての言葉を話し、あらゆる顛末を知る者、人はわしをミーミル、地の巨人と呼ぶ。ミーミル。わしに答えられぬことなどありゃせんぞ。ほう。なぜオーディンの息子が追ってくる？オーディンの息子？まあわしの知識にも抜けがあっても。おい、ダメじゃねえか全然。オーディンに捕らえられてからもう109回目の冬じゃ。じゃが安心せえ。109年ここにいるってこと。時期にわかる。すぐにとはいかんじゃろうが。僕の言った通り誰もいなかった。これの母親が死んだ。そして遺灰は九つの世界で一番高い山から撒いてほしいって。ほう、残念じゃがそれはここではないぞ。最高峰はこのミズガルズではなくヨトンヘイム、巨人の世界にある。そんな、はあ、まさかそんなはずはない。これ見ろ、ヨトンヘイム。これがヨトンヘイムへと通じる最後の橋じゃ。見えるか、あの天を切り裂く指のような山のてっぺんが最も高い頂じゃ。ここではない。あの橋を使えないの？ビフレストもあるし。巨人たちは最後に残したこの橋を秘密のルーンで封印してしもうた。そのルーンを知っておるのも巨人だけじゃろ。でも巨人はもうミズガルズにはいない。さよう。ただ今日はどうやら摩訶不思議な運命に導かれているようじゃ。よいか、ヨトンヘイムへ案内できるのはこの世でただ一人。運がいいの。わしの予定は空いておるぞ。あんたが案内してくれんの？ヨトゥンヘイムに行くよね。お前さんたちにしてみればそうするしかなかろう。不死身の男が追ってこられない唯一の場所じゃ。行くには。やった、この首を切り落とせ。え、何？オーディンはたとえトールの土をもってしてもこの束縛を解けんようにしておる。しかし体などいらんだろう。じゃから呪術でわしの首をよみがえらせることができるものを探せ。呪術、森の魔女なら使えるはずだ。やってみる価値はありそうじゃな。失敗すればお前は死ぬぞ。拷問されとる毎日な。かわいそう。オーディンが直接手を下しておる。恐ろしい拷問を考えては毎日それを試す。わしはとうに死んでおる。てかオーディンって。いいだろ、僕は向こうに行ってる。オーディンってそんなろくでもない神様なんだな。失敗した時のために言っておこう。あの子、早く血筋を伝えてやらんと手遅れになるぞ。お前さんは恨まれ、あの子を一生失いかねん。私の全てを伝える必要はない。そうか、息子より己の秘密の方が大事か。お前の首を切り落とす。はいよ。うえ、
マジで腰にかけんの。ずっと誰も行けなかった巨人の世界、それって本当？都合が悪い。ああそうなんだろうね。ミミル爺さんの首が腰からっていうかさ、やっぱりだけどクレイトス自分が神半分神なんだよね。半分神半分人間なんだよね。そのことを息子には伝えてないってことだよね、さっきね話聞いてる感じだと。うん、おお、なるほどね。でこれから魔女に会いに行くってことかな。なんだ？おう。なんだ今の。言語版のかけらだ。ムスペルヘイムの世界を解放する。言語版？これから下山すんの？魔女の家への道を覚えているか？真っ赤な葉っぱの森、湖の南、道もわかる。さすが。ミミルって人、生き返るかな。いい人だよね。傷切っちゃったけど。あ、こっからワープできんのかな。ちょっと待って、こっちは。なんもないか。なんもないな。よっしゃ。じゃあワープ。狭間の扉、ここにはまだ移動できない。どこだっけ、これか。ん、ここに行くんだよね。ん、ここから歩いていくってこと？え、合ってる？それで合ってんのかな、まあ、とりあえずここに行こうか。じゃあねえ見てよ、これきっと世界樹の枝だ。こんな場所あったっけ。道から外れるな。うん、分かってるって。家にやってきたのがあのバルドルだったなんてね。アース親族のバルドルだよ。しかも父上勝っちゃったし。そうだ、オーディンの息子でトールの兄弟、僕たちのことを探してる。どうしてこんな。生き返った首に聞けばいい。分かった。バルドル ねバカみたいだけど、こんな光ってるの。なんだ、巨人がいたらいいなって思ってた。みんな出て行ったんだね。残った蛇は最後の巨人なのかも。父上も種族の生き残りだからあんまり話したがらない。種族だと？その家族のこと、ここに来る前どこにいたの？父上の家族は？その時が来たら教える。わかった。飛ぶんだ。え、本当に？待って、まだ調べたいことまだいっぱいあったのに。え、そっから行っちゃうの？そーん、ちょっと待ってよ。これはまずいって。おお、なんだこれ、調べたら行っちゃうのか。え、何これ、道を外れるなと警告されたはず。え、これ何、どういうこと。え、死んだの？は、え、ちょっと待って、どういうことなの。何が起きたの一体は。バッドエンド的な？ん？待って。いや。え？そんなことありえる？え？これが正しいってことか。おお、
中だ。てめえも島の毛いじってっ時にわめかれたら頭にくんだろ。放っておけ。なんか機嫌悪い。まったく、もう押せ。興ざめしちまった。仕方ねえからこっち来な。腹は減っておらん。うん、食ってけとは言ってねえ。シンドルと会ったよ。そりゃめでてえな。何そのイライラしてんだ。どうせまたあいつに俺の斧をあれこれいじらしちまったんだろ。え、じゃあねえ、見せてみろ。あの喉チンコ野郎、相変わらず重さとバランスの調整がまるでなってねえな。喉チンコ野郎ってのはどういう悪口なんだ。多分ね。そうか、できたぜ。ん、ドワーフの印。他に用あんのか。え、シンドルや時々仕事にのめり込んで食うことも忘れちまうんだ。そうだ、飯だと思っても結局作らなかったりする。どうやら俺には二人分の胃袋と脳みそがあるらしいな。会いたいの。え、あのクズにか。冗談よせ。でもだって。おい、もういいか。そろそろ集中してんだ。休憩しすぎちまったからな。なんだかんだ優しいってこと。始めるか。で、今井さんは強化まだできないでしょ。髪爪もこのさっき強化したし、矢筒は無理、上半身防具も無理。他にはいらないか。筋力ボーナス。どうせ休憩に入るところだ。ちょっと待ってな。スキル溜まってますね。どうしようかな。雷の矢、光の矢、連射速度。縦、どうすっかな。指定箇所5つに増加。とりあえずこの辺取っとくか。リヴァイアさんで攻撃後に動きを止め構えを切り替える。ん？この攻撃に敵の攻撃を受けても中断されにくくなる。トルネードスイープ。構えを切り替えるってなんだろう。2回連続して R1 のコンボ攻撃を放つ。どれがいいかな。もう習得しとくか。まあ、とりあえず一旦これぐらいにしとくか。よし。なんだかんだね、新しいスキル手に入れてもね、使いこなせてないんだよな、あんまり。OK。 魔女の家への道はどこだ。船で行くんだよ。出てくか覚えてる。全然こっちで合ってるっけ。これか。魔女の家までの道を覚えているか。あっち、ポール像の裏だよ。ポール像の裏。コンパスではこの先だけどね。コンパスじゃない、羅針盤だっけ。母上ともこんな旅に出たかったな。母上も戦えたんだよね。ああ、違うな。戦う姿は美しかった。あ、これか。
お母さんも神様なの？っていうか、あれ？これだけ？あ？これだけ？あれ？マジで？なんか前のそのゴッドウォーシリーズとかを遊んでいればその辺の話が見れるのかね。ゴッドウォーシリーズ正直ほとんどやったことないからね。ねえ、暇つぶしにちょうどいい話はない？どういう話だ？わかんないけど、母上からはいろいろ聞いてたから。父上は子供の頃聞かされなかった。遠い昔ある男がいてな、そいつの話は簡潔で教訓があった。楽しそうな話覚えてる？ウサギとカメに関する話があったな。魔女の家みたいな？違うだろう。それで？2匹は競争で賭けをした。ウサギは勝利を過信するあまり油断したが、カメは着実に進み、カメが勝った。あまりお話をしたことがないみたいだね。ウサギとカメのあの競争の話をしたと。もっとこれいけんじゃない？水が引いただ。ヨルムガンドが目覚めたから。へえ。そうか。これは？あ、これワープか。ほいほいほい。まあ今はいいでしょう。これなんだ。腕は確かな様子だった。これ正規ルートで合ってる。もし生き返らなくても持ってていい？ダメだ。魚にでも食わせろ。こんなの持っていたい？でもこれで合ってそうだな。 OK。 あ、ここね。はいはいはい、来ましたね。確かに扉がないよ。あれ？亀が立ち上がってるんだ。ありゃ。どうやって登るんだろう。あれか。スルーマ！おきちゃん。久しぶりだな、お前。あのレベナンスだけか。やっぱ嫌いだわ。ふう。回復回復。ん？ここはどうだろう。これなんだ。
なんとか言語版か。言語版の一部だ。おう。組み合わせを試してみる。これなんだ。お。やった。やった。せめてここに取り逃してた。あれありましたね。ん？ん？ん？え？あ、なるほどね。こっちか。アース神族よされ、神はお断りみたい。いたいた。僕たち覚えてるかな。これは？あ、これはあれか。なんか埋め込むんだよね。これだ。こんなとこにあったのか。OK。おい。情報に追加。元気だった調理。魔女はいる？なんだその名前は。教えてくれたんだ。頭に響いてきてさ。調理って。やっぱすげえな。ん？あれこんなとこにできんの？来た。早い。ほら、いけ。しゃい。近づくな。オッケー。これあったっけ、こんなの読めるか。了解。こんなに景色綺麗なのにな。敵出てくんだもんな。セイズニリンズを。うん。よし。亀さん。読め。はい。意外と読んでない石碑いっぱいあるね。カラスの神にしよう。これ登るとなんかあんのか。うん？お、止まったか。やべやべやべ。うん。ほんとパリに失敗。お、鍵閉まってる。ルーンの宝箱で封印されている。俺かもしかして。ん？違うな。あ、砕けるけどまだダメなんだ。
ほうほうほう。こっちに来い。ここは入れないのか。ちょっと待って、入れそうな感じするな。まずは回復。なんとある。ハヤブサ、タカ、キジバト、空の海を泳ぐ、風だ、ビンだ。おお、やったよ。なんだ、宝箱か。ルーン召喚、破壊の波動を放つヘラジカの霊を召喚する。ヘラジカ、おお。かっこいいな、ヘラジカの光。ハヤブサとかもほとんど使ってないからな、このままでいいか。よし、じゃあ行きましょう。シュウエ、いたよ。やっぱり生きてると思ってたんだ。また会えてよかった。元気？そうだ、生首を生き返らせて。すごいワード。言ってることがよくわからない。ちょっと、どこで見つけたの？その矢よ、渡しなさい、早く。もらったんだよ。言われた通りにしろ。この矢はとても危険なの。ん？呪われてる。もし他にも見つけたらすぐに壊すのよ。ん？私が言ったことわかった？返事は？わかったよ。見つけたら壊すってば。ん？なんだ、あれ誰からもらったんだっけ？ごめんなさいね、お願いよ。代わりに私の矢を持って行って。もう使うこともないから。はあ、それで首が何ですって、はあ、これが一体誰だか分かってる？彼を殺したの？そう望まれてな。お前なら蘇らせられると。私が？聞き間違いじゃないの？お願いだよ。テーブルの方に。できんのかい。もうずいぶん長いこと呪術は使っていないけど、首を持ってて見てみましょう。そうね、幸いなことにあまり腐ってないし、脳も無事みたいね。切り口も綺麗。よりによって彼の首をはねるなんてね。どうなっても知らないわよ。芋虫みたいなのにしたぞ。首を鍋の中に入れて離さないで、絶対よ。生首鍋に入れんの。もういいわ。うわっ、うわっ、うわっ。生き返った。さあ見せて。ミーミル、聞こえる？ああ、よかった。あ、おお。フレイヤ様、お久しぶりです。お元気そうで。フレイヤ様、二人に感謝なさい。私に言わせればあなたは死んで当然なの。ひざまずきたいところですが、お許しを。森の魔女がフレイヤ様だと知っていたら頼みなどしませんでしたが。どういう関係？あの女神フレイヤ、知らんかったのか？
この人も神様なの。ミーミルが逃げたと知れたらオーディンが黙ってはいないわよ。お前は神か。万神族の長だった。でももう違う。なぜ今まで黙っていたのだ。あなたにそれを言われる筋合いはないと思う。まあ確かにな。出発するぞ。でも来るんだ。どういたしまして。うん、怒ってんね。なんかよくわかんねえけど。なんであんなこと。信用できん。神だから。お前に教えたはずだ。助けてくれたの。フレイヤの洞窟。嘘をついた。誰しも秘密の一つくらいあるじゃろうって。今はお前の助言など必要ない。はいよ。なら湖にあるテュールの神殿へ向かうぞ。ヨトンヘイムへ案内してやろう。テュールの神殿、なんで。ミズガルズに住む最後の巨人に聞くんじゃ。あやつなら知っとるじゃろう。ヨルムンガンド。もしかして彼と話せるの。いかにも。あやつが話す言葉はこの山々よりも古くから存在する。ミズガルズで話せる者はおらん。わしを除いてじゃがな。本当。そうじゃ。見た目に似合わずヨルムンガンドはなかなか話好きなやつなんじゃ。ヨルムンガンドの言葉はね、アトレウスでも理解できないって言ってたからね。よし、行こう。ミーミル、なんでフレイヤに粒吐かれたの。バルドルのこと、奴は不死身だという。そうじゃ、あやつにはいかなる剣も魔法も効かん。不死身なのじゃ。神のおごりだ。誰しも弱みはある。だが彼にはない。あやつにはいかなる剣も魔法も効かん。不死身なのじゃ。今同じこと言ったよ。そうか。その力の源は。思い出そうとしたのにじゃが、確か術か。ミーミル、まだわしの脳が目覚めきっておらんようじゃ。しばらくすれば思い出すじゃろう。大丈夫かな。確かにちょっと心配になってきたな。深いの湖、9階かな。ミーミル、湖だよ。よし、橋に寄せるんじゃ。橋？ミーミル、フレイヤに唾を吐かれた理由は何だったの。話はもう終わりだ。歩いている間は旅に集中しろ。まったくその通りじゃ。この続きを。おい、蛇とはどう話す。橋の真ん中に大笛が置いてあるはずじゃ。そこへ行け。やった、大笛。笛吹くの。はいはいはい。これか。確かにあったね。なんか謎にこう上に上がるやつ。よし、大笛を吹かせてくれ。ん？あ、これ笛なの。出たダイジャ再び。ひえおなんであんなこと。あのトールの像はオーディンが建てたものなんじゃ。ヨルムンガンドがあの筋肉バカを心底目の敵にしとることから察するんだ。見るのも嫌だったんじゃろ。でも飲み込むな。まあ、あやつとトールには浅からぬ因縁があるからの。ああ、それは先の話。とにかくあやつにしてみればそれが適当でもトールを丸の店には気が済まんかったってことじゃ。聞いてみるか。聞くのはヨトゥンヘイムの道だ。やってみるかな。大丈夫かこのじいさん。
おいおいおい、ゆーむひんみみ、わしのことも覚えてる。よかったよかった。ああこれちゃうもうおいおい頼むぜ。話したんじゃ。助けてくれ。マジで。エフにウフング。ほほ。うわ。気にせんでいい。何してるの？わしらを案内してくれてるんじゃ。ほう。よく聞くんじゃぞ。巨人の国へ行くには2つやることがある。2つ。まずヨトンヘイムへの道を開く旅のルーンを学ぶこと。旅のルーン。そしてそのルーン文字を旅の門に刻むんじゃ。ミーミルがいたあの山頂の門。その通り。じゃが無限の知恵を誇る巨人はそこらにあるのみでは文字を刻めんようにしたのじゃ。門を開くには魔法ののみを使わんといかん。じゃがのみのありかは知っとる。そう遠くはない。ちょっと怒ったような気がした。それはの、フォーディンの仲間と言ってしまったからじゃ。すまんな、しなくては使わん言葉じゃからの。ほら見て、ん、また水位が下がった。世界の塔や像がもっと見えるよ。探検できそうなところも増えたね。飲みはどこにある？ひとまず船へ、それからじゃ。新たな目的地。どんこっちだな。ん？船って言ってたの？船。こっちか。船に戻ったら魔法の飲みを探しに行くか、少し探検するか。僕はどっちでもいいよ。もうすぐ探しに行きます。よいしょ。飲みはどこにある？小ぎ手の像の間を通り抜けるんじゃ。飲みはその先にある。これか。これはもういいや。行こう、どんどんメインストーリーガンガン進めていきましょう。ミーミル、フレイヤに唾を吐かれた理由は何だろう。アトレスめちゃくちゃ気にするじゃん。それ、今のフレイヤの辛い状況を作り出してしまったのはわしのせいでもあるからの。それはアース神族とバン神族の長き戦争まで遡る。その昔、アース神族は戦えば無敵じゃった。じゃが長き戦争でバン神族という強敵とぶつかったんじゃ。どちらも多大な犠牲を払った。そのあまりの無意味さに、かつては争いを好んだ者たちも戦争を意味嫌うようになったんじゃ。お前さんもそうじゃ。そうじゃの。話はまた今度。グルベイグ、どうしてこんなに早く行ってしまったんだ。ん？え、これ敵じゃないの？何？あ、サブクエや。ごめん、ちょっとサブクエやってる暇ないんだわ。よし、いいぞ。この門を越えたところに飲みがある。ん？おお。待て、なんか、いて、
ウェイ、ナイスカイヒー。ほらほら、いつから出てきたこの。違う、間違った。何してんの、のんきに船こいでる場合ちゃうんよ。いや、ちょっと待って、敵待ってくれてんじゃん。ちょっと待って、おーい、どこ行くんだー。はい、行け。いや、いますか。あそこに船に乗っちゃうとは思わなかったな。 OK、 ふう、今度こそ船に乗ろう。探しているその飲みは一体何だ。よくぞ聞いてくれた。話を聞かせてやるわよ。その昔サムールという巨人がおった。とてつもなく巨大な巨人じゃ。その巨体とは裏腹に、サムールは誰もが認めるこの世で最高の萎縮じゃった。サムールはその技術を息子へ伝授したいと願っておったが、若いフリムスルは戦士の心を持っておった。父が恐れを抱いておったのか、息子に恐れがなかったのか、どちらにせよ親子喧嘩は手がつけられなくなっていった。そしてついにサムールはダーッと息子を殴った。そしてフリムスルは逃げたのじゃ。恥と後悔、サムールは息子を追いかけた。無我夢中だったサムールは気がつくとミズバルズで道に迷ってしまっていたのじゃ。悲しきか、その夜家から遠く離れた地でサムールは出会ってしもうた。目の前にいたのはトーマじゃ。それでどうなったの。時期にわかる。ん、トールやった。そんな無駄の上に倒れたの。そう、万神族の神トールズを信仰する素敵な村の上に倒れたのじゃ。トールは村も潰したと称えられたが、巨人の下にただ村があっただけじゃ。急になんか雪ステージになったぞ。あれってトールのハンマーってこと。ウルバ、危険な化け物だ。一緒に奴を倒すぞ。攻撃隊いけるよ。いけー。何これ、何これ、パリー、ナイス、もう一人、
巨人の海、その先端がいる。それはそれは大きな海じゃぞ。いや強かったな。よし。巨人の指輪にある大きな結晶を見て。ダメだ、何も起こらないね。ん？なんだ？あ、回すのね。回す？ああ、はいはい。おお、なかなかのもんじゃ。ありがとう。やったね。オッケー。今度はこっちに回して、まあこのくらいのつららだったらね、クレイトスでも破壊できそうな気するけどね。下の巨人でな、死んだ時最後の吐息が全てを凍らせた。ん？開けるには何かしないと。何か。ん？どうしたらいいんだこれ。登る、ん？え、ここ以外なんかあったっけ？あ、あそっか。ここか。おい。だからばこう。お、レア上半身防具、ルームを重視した防御重視の防具。ほうほうほう。レベル4。あ、強いな結構。どうしよう。呪力庫確認。待ってよ。比較呪力を付け替える。でいいのかな。下半身防具あんま強いのつけてないね。おお、いいね。デザインもやっぱちょっと変わるんだよね。おお。サムール。飲みの先端を探せ。巨人の飲みが必要じゃ。さっきからさ、飲み飲み言ってるけど、飲みって何？飲みって言うとなんか虫みたいなイメージなんだけど、そういう飲みじゃないのか。ん？どこにいる？あれか。どうしよう。まあ戦うけど、ちょっと待ってな。行けるよ。なぜ先に手を出した？ほら。死ぬじゃ。おい、避けるこいつ。ほら、後ろ見
回、もう一回。うまくいけばね、結構楽に敵を倒せるんだけど。結晶の台座だ。でも結晶は？結晶？あ、はいはい、あれね。これはほら、あれ？あ、そういうことね。ん？あれか。結晶だ。あそこ。オッケー。いつなんだ。先に宝箱を開けて。お。腕防具。防御力22、クールダウン14。そうだな、まあ、こっちの方が強いか。どうしようかな。これつけて、あ、なるほど、これ呪力鋼が埋められないんだ。まあいいか。お、アトレウス来い。これはどっかにまたルーンがあるね。あ、違うの？ん？アトレウスなんかできんのこれ。あ、あった。一個。いや、その前にここにもなんかあるぞ。あ、なるほど。ちょっと待って、先にこれやっちゃうか。読めるか。分かった。先に読んでもらって。海の恵みをニョルズに捧ぐ。ニョルズは漁のために風と海を沈めていたと信じられておるのじゃ。じゃから漁師に愛され崇拝されとった。うん、宝箱。あ、体力回復。ルーンはあそこに1個と、あれを回すと出てくるんだよね。やった。ん？アトレス何やってんだ。とりあえずあとどっかにね、一個ルーンがあるはずなんだけど。ちょっと待てよ。あ、ここも壊せるな。オッケー。あ、これか。あ、なるほど、そのパターンね。ん？こっちは何があるんだろう。奥さん。見て。いけ。ちょっと待って、先に。え、あれはさ。これあれだ、めっちゃ強いやつだ。
あと2つは、なんだ、山みたいなやつと R を左に倒したようなやつね。はいはい。違う。力当てなきゃダメか。で、あ、オッケー。で、ここは、あ、むず、何これ。いや、違うな。これだ。よし、開いた。レジェンド呪力、投げ斧のダメージを 6% 増加。待てよ、呪力だよね。呪力、これか。レンジャーの印、今つけてんのが筋力とルーンが3増加する呪力か。筋力とルーンが3増加する。これは闇のエルフから受けるためにこれいらんな。これにしよう。 OK。 よし、これで先に進めばいいんだね。あれはね、強敵が出てくるんでやりません。前もちょっと痛い目見たんでね。おーほー、でけー。驚くことではない。悪気はないがの、ミョルニルを手にしたトールでもあの氷を割るのは無理と思うが。奴が愚かなだけだ。こりゃ見物じゃの。おい、はい、おい、
えい、これ使おう。ほらほら、上に乗ってコントロールだ。ほらほら、あ、向こうも向こうも、はい、しゃあ、もう一発。あ、終わった。ふぅ、敵はいないよね。オッケー。ん？シンドリ？よっしゃ。シンドリ、こんなとこに何してんの？すごい戦いでしたね。うわ、ほんと。さあ、どうぞ。なんだそれ。ああ、もったいない。せっかくのリンゴ。今までどこにいた？隠れ場所などないはずだ。ああ、それ。私たちの特技でしてね。自分の身を隠せるんです。透明になれるの？世界と世界の狭間に入れるとでも言いましょうか。皆さんの脳はこれを理解できませんから、何も見えなくなる。すげえ。こうして私たちは自分たちの武器を使わずに済むんです。まあドラゴンにはバレちゃいましたが。ブロックがシンドリのこと心配してたけど元気そうだね。ブロックが私のことを？酒臭くありませんでした？こんな、またブロックがいじってる。まったく。湖でブロックがすぐ神殿に来られたのはその特技のおかげか。さあ静かにして、集中しないといけませんからね。できました。そしたらすげえよな、ほんとに。金槌ポンだもんな。待てよ、なんか強化できる？お、鍵爪の指のアップグレードができるようになった。お、なんか一気にいっぱい増えたな。お、リヴァイさんノーマルルーンアタック。おお、ただエーギルの黄金というのが足りないね。ヘビールーンアタック。何それ何それ、ちょっとちょちょ、サムールの息吹強。霜の巨人の激光、まあ、どちらにせよ全然アイテムが足りないね。呪力、おお、あ、この紫よりもさらに上の
レア度のやつがあるんだね。エピック。うん？資源。スバルト・アルフヘムの難攻。あ。え、千、銀千円で10個に変換できるってこと？マジか。その前に工芸品売っちゃおうか。いいですよ。しっかり息吸って。よし、結構お金貯まったぞ。上半身防具、これ強化しとこうか。これは？これも強化できそう。で、下半身がね、ちょっと。たっけぇ。はい、どうしました？待って、リヴァイアさんは？足りない。4万5000もすんの？高すぎ。どうします？おうおうおう。高えな、結構な。腕防具。お高いですね。まあ金貯めてね、こっちの方欲しいよね。できればね。どうせ作るんだったら。スルトの炎の絵頭。低確率でフンヌの炎が発動。まあ今のところはいいかな。シンモラの灰。まあどちらにせよ作れないね。よーし。でアトレウスの防具ね。まあいいか。他にも何か。オッケー。でスキルポイントいっぱい溜まってんな。矢と近接戦との攻撃力が上がると。これ連射速度。ショックチェーン。曲げとくか。回避中に、回避中に L を上に倒しながら、ああなるほどね。まあ、そんな使わねえかな。これちょっと取っといていい？これなんだろう。リヴァイさんで攻撃後に動きを止めて構えを切り替えるってなんだ。でよ、攻撃中に。構えを切り替える。倉庫に何かいいものがありましたか？ほら、例えば石とか。ちょっと待って、どういうことこれ。動きを止めて構えを切り替える。あ、待てよ、攻撃して止めて。あ、なるほどなるほど。オッケーオッケーオッケー。一旦間を置いてからまた R1 ってことね。はいはいはい。オッケーオッケー、理解した。それで考えて。わかるか。父上ならじっと待つなんてことはしない。そうだ。でもどうやって進むの？ん？あ、あれか。どこか。ヌーディは宝石が大好きだったんだ。ヒゲにまで編み込んでる。見た目はいいの。その雪で覆われた死体にしては。頼むか。あ、違う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 。
で、お、そういうこと？オーケー、おお。気をつけて。ここは店なんだよ。降りればいいのか？ん？降りれない。こっちか。ん？何かあそこに。ん？何かあそこに？ジャンプすんのね。建物に向かうの？そうだ。あの中に飲みを放り置くだけるものがあるってこと？違う。なんだろう。でしょう。おっ、何これ全然効かんぞ。いやー、抜かせるぞこれ。パリ狙っていくか。見て、くそのタイミング難しいな。いやー、むずいよ。パリできんのか、そもそもこれ。待って待ってよ、なんか他にもっとあるんじゃねえのか。ないか。こんな力ずくでいけるもんなのか。違うな。ああ。いや、ちょっと待って。一旦ここは切り替えよう。的に苦戦しているんだな。ポーズメニュー知識画面にある。いや待って、もう一回ぐらいちょっと普通にやらせて。普通にというか、何かあるはずだ。まずはいって、まずはおびき出して。いた、あー難しい。
いやいやいや。ナイス。ふう。そう、難しい。横に逃げちゃダメなんかね。結構ギリギリだったね。ふう。よし、これだな。ミーミル、この場所知ってるの？外交目的で一度のアースガルズとバナヘイムの仲立ちをするため、この戦争で多くの命が失われた。トールがすでに多くの巨人たちを殺していたことを知らんかったが。神々の戦なのになんで巨人を？理由などない。悲惨な話じゃ。争いに関わらなかったのにの。だがオーディンの必要さにトールの知恵の渇望が呼び打ちとなってしもうた。そっか。下に降りればいいのか。ん？違うな。ん？どこだ？上か。こっちか。はいはい。別の結晶だ。ダメか。なんだこれ。あれで繋がってるな。これはこっそりとはいかんの。あとは別の帯を外す。本当？ノミは下なのになんで上に登るの？考える。ノミの先端は熱い氷の下だから溶かすことはできない。そうだ。近くに僕が撃てそうな結晶もないから、それも無理だ。
そうだ。それなら氷を割るしかない。でもそれにはとんでもなく重いものが。おお、わかった。なるほどね。よし。よいしょ。でも下に落とすには土の向きを変えないと。それは無理だ。帯を切り下に降りる。その後にどうするか考える。結構運任せってことだね。お前に他の考えがあれば聞くぞ。まあアトリウスの方が頭いいからね、多分いい案は浮かびそう。よいしょ。次は？捕まっていろ。これは下半身防具。ずっとね、もう多分最初の頃に手に入れたやつをずっと使ってたんだけど。オッケー、これで強くなったんでしょう。ん？ちょっと待って。これ呪力庫2つあんじゃん。闇のシンボル。ガード性工事、パリー性工事、タリコ賞回復。時々か。これにしよう。これだ。よし。床が崩れてる。砂の台座だ。でも行けない。一人なら行ける。ん？どうやって？ん？暑いな。ちょっとね、エアコンの温度を下げました。暑い、今日暑いよね。これどうやっていくんだ。なんか嫌でやるとかじゃないよな。一人ならいけるって何？いや全然わかんないんだけど。これを見て。どれ？どれ？ちょっと待って、落ち着け。でこっから来て、あの台座にたどり着きたいってこと。何かを叩いてぶっ壊すわけではなさそう。あ、そういうことかい。なんでい？何と書いてある？時の流れが乱れし時、逆行こそが進む道。逆
のシンボルは季節か。そう、でも順番が違う。本当は冬、春、夏、秋だよ。なぜ冬から始まる？母上が歌ってたんだ。それなら知っておる。冬は…おい、黙れ。音楽も嫌いか。わかった。試してみる。バー、ハウスト、ベータ、スーマー。ん？ダメだ、間違ってる。あ、なるほど、変えなきゃいけないんだね。冬は…春？どれが春？これ夏か。これ秋かな。え？待て、冬？春？夏でしょ。多分これ夏だよな。これ秋っぽいな。これか。どうぞ。ベータ、バー、スーマー、ハウスト。どう？ダメ？ああ、ダメだ。でも母上の歌の順番はこう。ん？母上の歌の順番はこう。でも違う。え？ちょっともう一回。よしかけ。冬、ああダメだ。でも母上の歌の順番はこう。え、やべえ、わかんねえ。冬、え、これが春じゃないってこと？こう。違うわ。秋ないわ。え、ってことはやっぱりこれじゃないね。ちょっと一旦間違えてみよう。ベータ、スーマー、スーマー、ハウスト。何も起きない。おい、歌の順番は何だった？冬、春、夏、秋。冬、春、夏、秋でしょ？え？冬。おそらくこれ春だよね。春、夏、秋。書いてみる。ベータ、バー、スーマー。ん？ああダメだ。でも母上の歌の順番はこう。わかんねえ。なぜ冬から始まる？春、夏。秋がない。ん？こっちからってこと？冬、あ、書かなくていいんだ。冬、春、夏、秋か。これでどうだ？よしかけ。やった。アトレウス、あの言葉を。ソーラ、意味は耐える。試せ。ソーラ。ん？おう、やったの。もう一度かけ。ソーラ。
書き続けろ。ソーラ、ソーラ、ソーラ。首よ、何が起こっている？おそらくじゃが、時間の魔法じゃ。かつてマンシン族が使った危険な魔法で時間を止めることができた。ニョルズ自身も気に入っておったの。かつて、なんでやめたの？実は時間を止めると太陽と月も動かなくなってしまうことが分かったのじゃ。だがそれらを追いかける狼たちまでは止められんかった。だから結局時間は止めないことにしたというわけじゃ。大丈夫、いけない。入ってる。またか。またトラブル。また止まった。モンスターが来る。よいしょ。いけ。もう平気。体力の回復アイテムいっぱいあるな。ソーラ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 、ソーラ。ソーラ。あ、まだか。
ましょう。もう一回来る来る来るか。来たじゃない。ほんと冗談の通じないやつじゃの。もうちょいだね。あったね。どうやって落とすの。押す。任せろ。いいか、力づくよ。気合を入れて全力で押せ。アドレスが押してなんとかなるもんか。ほとんどパッパの力じゃないの。どうやって下に飛ぶんだ。本当？行くぞ。慌てるな。大丈夫だよ。掴んだぞ。やばすぎだろ本当に。お前さんどうかしとるの。無事か、うん、よし先を急ぐぞ、うん、いやこのパッパ本当に最強だよ。ここことにかけては天才じゃの。それを覚えておけ。忘れはせんよ。よし、じゃあこの辺が切りがいいかね。うん、もうね一応5時になりましたので、はい、ちょっと今日はこの辺にしとこうかなと思います。はい、次回はね、明日かな、明日、はい、また午前中と午後に2回に分けてやろうかなと思います。いや結構来ましたね。今どのくらいなんだろうね。メインストーリーガンガン進めてますけど、今大体どのメインストーリーで言うとどのあたりなんだろう。半分くらいは終わった？終わってないかな。半分は終わったような気配がしなくもないけどね。さあどんぐらいあるのかちょっと分かりませんが、はい、まあ、今回はここまでにしときたいと思います。次回この続きからやっていこうと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。